右が赤田で、左が靴は赤田。靴は,は愛知県津島市にある津島神社周辺で製造、販売されている名物菓子である。赤田は米の粉を湯で練って団子状にしたものをごま油で揚げた一種の油菓子である。砂糖や甘味料は一切用いないのが特徴。名称の起源は空海が神前に備えたのが始まりでこれを 赤団子と称してこれが縮まったとも、サンスクリット語のアギャッダから来ているとも言われる。江戸時代以前から作られており、透菓子もしくはその技法が応用されたのではないかと考えられる。古くは一種の薬品として病人に用いられたとも言われ、太平洋戦争終結後の食糧難時代には、代用食として好まれたとも言われる。一方、靴は,は、 米の粉に砂糖を混ぜて、団子生地を作り、これを靴輪型に成形したものを、赤田同様に、ごま油で揚げた菓子である。赤田の応用品として、江戸時代に創作されたという。赤田と異なり、甘く、味付けがなされてオリカリン島に近い。両製品とも相当な歯応えがあるが、現在でも津島神社のお土産として売られている。戦前から戦後は、多くの菓子店が作っていたが、 思考の変化や人材不足などから現在は3件が作っているのみである。ありがとうございます。